すよ。こっちのが甘いよ。こっちのは透明よ。断然早いのじゃ。飛脚よりも早そうじゃの。箱根は何も知らないのですわね。どうしてお主が来ておるんじゃ。それは箱根が配達用のおまんじゅうを勝手に食べないか見張るためですわ。箱根はそんなことしないのじゃ。静かにしろよ。このバスはどこへ向かっておるのじゃ。芦ノ湖の南にある元箱根だよ。僕たちは途中で降りるけどな。配達お疲れ様。せっかくだしゆっくりしていって。ありがとうございます。いやーよかったな、まんじゅうもらえて。ってもうない。私のもないですわ。人の分まで食うなって言ってるだろ。知らないのじゃ。多分勝手になくなったのじゃ。言い訳か。よし。なんじゃこれは。箱根の関所にまつわる石碑さ。江戸時代、通行手形を持たないある女の人がこっそり関所を抜けようとしたんだ。だけど役人に見つかり死罪になった。それ以来ここでは女性の幽霊が出るという。今もその辺に。温泉の精霊たるもの幽霊なんか恐れたりしないのじゃ。来るなら来いなのじゃ。あら、もしかして箱根様。お主もしやお玉か。やだ、やっぱり箱根様じゃない。ちっちゃくて気づかなかったわ。え、知り合いのようですわね。ざっと300年ぶりじゃの。元気しとったか。いや、幽霊になっちゃったから元気じゃないかも。箱根様とはお江戸から逃げてきた時に温泉に入れてもらって以来ね。あの時の温泉が忘れられないわ。もう一度入りたいな。幽霊が温泉。よし、ならば入らせてやろう。でも私自爆霊だから。大丈夫じゃ。ここは箱根の地、温泉の地脈は至る所に流れておる。今こそ温泉の精霊の進化を見せようぞ。いざ。おお、この温度、この感触、あの時箱根様と一緒に入った温泉だわ。箱根様ありがとう。何、温泉の精霊として当然のことなのじゃ。まんじゅうのことは許してやるか。人が来ぬようにしっかり見張っておれよ。はいはい。やっと追いついたぜ。今日こそ。なんじゃったんじゃ。あの子たちもしかして。私成仏できるみたい。本当にありがとう箱根様。また来世で会いましょう。おお、よかったのじゃ。浄土でも幸せにのう。